本日は快速ムーナテ地号をご利用くださいましてありがとうございます。ご案内いたします車掌は JR 東日本長岡運輸区の並木です。終点の新宿までご案内させていただきます。これより先止まります駅と到着時刻をご案内いたします。次はニュースに停車いたします。ニーズには23時53分の到着です。カモ0時19分東三条0時26分三つけ0時36分長岡0時46分途中長岡には0時46分の到着です。長岡の次は高崎に停車いたします。高崎3時32分大宮4時26分池袋5時2分新宿5時10分終点の新宿には5時10分の到着です。列車は6両で運転してまいります。先頭から1号車、2号車の順に1番後ろの車が6号車です。車内はデッキ、トイレを含めまして全車禁煙となっております。おタバコはご遠慮ください。また1番後ろ6号車は女性のお客様専用のレディースカーとなっております。全車指定席です。乗車券の他に座席指定券が必要となります。また1号車の前より半分はグリーン車となっておりますが、グリーン車は青春18切符でのご乗車はできませんので、あらかじめご承知おきください。また定期券でのご乗車もできませんので、あらかじめご承知おきください。続きましてお客様にお願いいたします。車内での携帯電話のご使用は周りのお客様のご迷惑となりませんようマナーモードに設定の上、通話はデッキでお願いいたします。また深夜時間帯の運行となっております。駅長品の管理には十分お気をつけください。ご乗車列車は快速ムーナテ地号新宿行きです。次はニーズに停車いたします。ご乗車ありがとうございます。快速ムーナテ地号新宿行きです。次は高崎に停車いたします。高崎3時32分の到着です。大宮4時26分池袋5時2分新宿5時10分終点の新宿には5時10分の到着です。なおこの放送をもちまして途中大宮駅の到着まで放送を控えさせていただきます。高崎駅でお降りのお客様放送はございませんのでお気を付けください。高崎の到着は3時32分です。お客様にお願いいたします。車内での携帯電話のご使用は周りのお客様のご迷惑となりませんようマナーモードに設定の上、通話はデッキでお願いいたします。また深夜帯の運行となっております。貴重品の管理には十分お気をつけください。快速ムーンライト1号新宿行きです。次は高崎に停車いたします。高崎3時32分の到着です。